鍵盤男子は日本のピアニスト、作曲家、中村国広によるピアノプロジェクト。2011年にピアニスト、大井健と作曲家、中村国広により結成。2020年に大井健が優待した。2011年に結成、コンサートを中心に活動。2014年にはアルバム、ボンボイチ・ボエッジをリリース、また初の全国ツアーを開催。 2015年に東京ピアニズム宣言、あらゆる音楽はピアノで表現できるをコンセプトに活動を再開した。2017年にザ・フューチャー・オブ・ピアノでメジャーデビューを果たす。2020年に大井健が事務所を退所し、鍵盤男子を優退した。少年時代、家族に反対を説得し、音楽の道に進む。鹿児島県立商用高等学校音楽科。 国立音楽大学音楽学部作曲学科を卒業、同大学院修士課程作曲専攻、同博士後期課程を音楽研究科創作研究領域を修了し、博士号取得。また、ウィーン国立音楽大学,大学大学院ポストガラデュエート、作曲家を修了。作曲、楽曲制作、ピアノ演奏、指揮、編曲など、多岐にわたる活動をしている。 3歳よりピアノを始め、幼少期よりヨーロッパで学び、同地で演奏活動も行う。日本に帰国後、国立音楽大学附属高等学校、国立音楽大学音楽学部器学科ピアノ、専攻を卒業。大学卒業後、オペラユニット、レジェンドの専属ピアニストを皮切りに演奏活動を開始した。2015年にはアルバム、ピアノラブにて、 ソロメジャーデビュー。2017年にはソロセカンドアルバムピアノラブ2を2018年にはソロ DVD ピアノラブザムービーミュージックドキュメンタリーフィルムをリリースした。またソロにてコンサートツアー2018ピアノラブ2018デパーチャーを開催した。2020年に事務所を退所し鍵盤男子を優退した。ありがとうございます。